ございます。おはようございます。今日はですね、ここ東京フェンシング紹介でちょっとやりたい企画があって、はい、来ました。はい。フェンシング始めたいならこれを買っとけー。イエーイ。こうフェンシング始めようと思っても、やっぱ何を買っていいかっていうのは正直ちょっと分かんない人の方が多いと思うんですよ。はい、そうですね。なのでこの私サドキングがここ東京フェンシング紹介で実際にどういったものを買った方がいいのかっていうのをちょっと皆さんにご紹介したいと思います。優しい。優しいでしょ。はい、まあ、これからね、はい、オリンピックも開催されますし。そうなんですよ。どうせメダル取るでしょ、うん、もう今これぐらいじゃん。はい、オリンピックメダル取ったら、はい、こうなります。はい、ありがとうございます、はい、ではですね、早速どうも貸し切ってます。お、貸し切り、はい、貸し切りです。さすがですね。じゃあ早速中に入ってみたいと思います。はい、お願いします。はい、おお、行きましょう。行きましょう。はい。サドキングチャンネル。はい、ということでちょっとお邪魔してますが、店内めちゃめちゃ広いですね。え、キングは初めてですか？いや、初めてではないんですけど。ちなみにですけど、こちらのショップに、はい、初めてフェンシングやりますっていう方結構来られたりするんですか？そうですね、最近はあのオリンピック効果もあって、ああ、子供から大人まで始めようって方が結構多いですね。あ、そうなんですね。子供だけじゃなくて大人の方も。はい。じゃあやっぱそういった方にじゃあ適した、まあこれさえ買っておけばもうフェンシング始めますよっていうものはあったりするんですか？あります。あるんだ。フェンシングいろんな道具がありますから、もう何を買ったらいいのか、種類も多いのでどれを買ったらいいやのかっていう質問をたくさん受けるので、まあ何でも聞いてください。こう始めたいっていう方って結構どういった年代の方が多いんですか？そうですね、やっぱ子供から大人まで多いんですけども、最近やっぱあのお子さん、小さいお子さんから小学生とかの方が多いかなと思います。あ、そうなんですね。はい。今回はちょっとご紹介するのは、じゃあ子供向けでなおかつエペという種類にちょっと、まあ、限定してお届けしたいなと思います。かしこまりました。ちなみになんですけど、はい、今回、まあ、エペに、まあ、ちょっとフォーカスするんですけど、まあ、フルーレって言ってもそんなに変わらないですよね。フルーレ種目になっても道具の。そうですね、基本的なユニフォームとかは共通で使えるので、あとはそのユニフォームの上にあのメタルジャケットっていう有効面を限定するための、衣類と、あとは剣とあのボディーコードが変わるぐらいですかね。はい。じゃあまあその大体エペのものを抑えておけば、まあ、他の、まあ、フルーレであったり、まあ、サーブルも、まあ、そんなできなくはないですよね。そうですね、とりあえず、まあ、ユニフォームは共通なので、あのそこから買っていただいて、まあ、何か種目を始めてそこから別の種目に切り替えることも可能ですので。はい、わかりました。はい、ということで早速マスクコーナーに来ました。お、結構な種類ありますね。そうですね、種類ありますけども、その早速なんですけど、コロナ禍でどれを選べばいいんですか？そうですね、キングはどれか好みとかありますか？いや、もうだったらやっぱこの赤と黄色じゃないですか。結構かっこいいじゃないですか。そうですね、キングはその王冠と同じような色ですけども、うん、はい、こちら結構高い職人になっております。はい、で初心者向けのマスクだとこちらになります。お、この黒の、はい、はい、こちらのマスク、アブソリュートフェンシングのエペのマスク。ちなみにですけど、これはおいくらぐらい？じゃあズバリ12,800円の税込みになっております。まあ、決してね、安いとは言えない。ただ僕がこう選んだこっちはもう3万超えますから、はい、3万超えるものなんで。まあ、マスクって一番大事な顔を守る部分なので、いや、まあ、それで考えると選手が始めるんだと、まあ、12,800円、まあ、妥当じゃないですか。妥当だと思います。必死です。妥当だと思います。まあ、怪我しないと思います。いや、本当、ね、いや本当そう、大事よ一番、ね。まあ、これ食べてたら、うん、死ぬことはないので。確かに、まあ、今ね、防災とかに使いますからね。これあれ自信にね、自信に対して。ちなみにサトキングのマスクはそれいくらぐらいなんですか？あ、違う、さ、目についてる。あ、これですか？これはアマゾンで、確か
手にはいかなかったと思います。それだとやっぱ守れないですもんね。そうですね、これはもう今ガラ空きですよ、いろんなところは。じゃあやっぱ必要ですね。必要だな必要だな。でちなみにこれはまあこうまあ普通の練習にも使えますし、ちなみに大会とかはどうなんですか。そうですね、小学生の大会であればこのマスクで国内の試合出れます。あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあこれさえあればもう全部まあ、網羅できるということですね。そうですね、例えば大人の方でも、うん、ローカルの試合だったりその規定が緩い試合はこのマスクでも出れますし、うんうんうん、はい、そうなんですね。あ、じゃあもうこれさえ買っておけば、まあ、一生もんですから。顔の大きさが変わらない限り一生もんですから。じゃあ、まあ、初めてね、来られた初めてやられる方にとっては、まあ、これをまずお勧めするということで。はい、はい、分かりました。じゃあマスクはこれ。サトキングチャンネル。じゃあユニフォームいきましょう。ユニフォームですと、まあ、僕がいつも着てるのはこのアルスターの、はい、ちなみにこれっていくらぐらいでした。こちら上下で、まあ、約ですけど10万円くらいその安心してください、はいはい、もっと安いユニフォームもありますので。あるんですね、はい、よかった今日おすすめしたいのはこちらの商品ですね、はい、お、はい、東京フェンシングが出している、スタンダードのユニフォームなんですけども、こちらが上下で、上着が1万円、ズボンが8000円となっております。安いじゃんここからのこうよ確かにこれと比べて、だいぶ安く感じるあ、じゃあこちらもそれこそ、まあ、普段の練習からあと大会まで使えるということで、はいはい、ユニフォームと、はい、あとはその中に着る半袖プロテクター、こちらも必要になりますね、はい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 、やはり一番胸を疲れることが多い競技なので、まあ、ここは重点的に守っていただきたいということで、こちらが今回じゃあ紹介するっていうものになるんですかね。はい、はい、HS 半袖プロテクターというものになります。はい、はい、値段が9800円。9800円、まあ妥当かなと佐渡木基準ね妥当かなと思います。これも FIE か。そうです。あ、そう。半袖プロテクターに関しては、うん、FIE が義務付けられてます。え、そうなの？そうなの？知らなかった。え、そうなの？え、そうなの？これとこれでグレードの差というか、その規格の差はありません。あ、そうなんだ。そうなんだ。知らなかった。マジで知らなかった。初めてちょっと知ったかもしれない。純粋に着心地だったり、軽さだったり、はいはい、そのものが違いますね。やっぱ高いのは軽くてこう動きやすかったりするので、はいはいはい、そういうところが。でこれでだいぶ揃いましたかね。まあ、フェンシングするためにはやっぱ大事な剣が必要なので。そうですね、はい、防御力今固めたところで。そうですね、防御力攻撃ができないと。はいじゃあ次は攻撃部門に行きましょう。攻撃部門、攻撃部門に行きましょう。はい、じゃあこちらですね。はい、ザトキングチャンネル。はい、ということで剣の部門に来たんですけど、はい、こんなに種類あってどれを買えばいいんですか。つまりこちらですね。あ、はい、こちらの剣ですね。はい、まあ、これブレードっていうものなんですけども、まずは一番大事なこの剣身を選んでいただいて、そこから好みのパーツをつけていただく形になります。なんかあれだね、ハリーポッターの杖選ぶ時みたいな。そうなんだ、やっぱ USJ あ、そうなんね。こちらの剣なんですけど、こんだけある中でなぜおすすめなの。こちらの剣、まあ、他の商品と比べて比較的安いお値段で、うん、はい、あとは初心者の方やっぱ剣を振るの大変だと思うんですけど、まあ、比較的軽いので扱いやすい剣になります、はい、違うの重さ分かる、持って。ああ、分かる分かる。あ、本当に、うん、あ、そうなんだ。確かこっちの方がすごい、あ、だしちょっと横が細い感じがするんだ。こちらの商品 FIE じゃないもので、しかもマラジン鋼っていうものはあまり使ってないので、うん、まあ、夏場は錆びやすかったり、やっぱり他の商品と比べるとちょっと折れやすかったりします、はい、ちなみにですよ、こちらの商品いくらなんですか。はい、じゃあ税込み11,000円。安い安いですよ。だってでも自分で作ろうと思ったらね、まず鉄探して溶かして、そう、磨いて考えると安いですよ。確かにその手間考えると安いよ断然安い。もう一つマラジンキールっていうエペ剣もあるんですけども、うん、まあ、こちらは FIE のその上位モデルの規格と同じような鉄鋼を使っているので、錆びにくて折れづらいんですけども、
まあ、その分ちょっとお値段は税込み21,500円。そうか、はい、倍にかかっちゃうね。でも安いよだってで、溶かして自分で作るって考える全然安いですから。無理だもん、ね、無理無理。なるほどね、やっぱ自分の件あると違うよね。違う、編集やってるって感じするよね。愛着あげよう、ね、名前つけたり、ね、そう、またね、値段が値段なんで枕元に置いて寝たいぐらいは寝てるの。寝てました。寝てました怖ギターと一緒に寝るみたいな。そうそうそう、あ、なるほどね。ずっとこのカチカチこう落としてる楽器だと思ってるなるほど。じゃあブレード以外の部分も選べるんですね。こういったガードであって、はい、初心者さんの方は、最初は何買っていいかわからないと思うので、うん、まあ、標準セットと呼ばれるのがこちらにあるんですね。はい、こちらですね。あらこんなにあった俺らの時こんなにあったっけ。なかったじゃあ先ほどの、あ、じゃあこの剣ブレードと、まあ、こういったものを組み合わせたその初心者セット、はい、で合計いくらぐらい。全部組み上げるとあのブレードの値段も入れて合計で14,660円。安い安いよでそれでまあ一応、まあ、その国内のローカルの試合とかも出れるってことですよね。はいはい、ということで県のものは一応揃ったと。はい、あとは何を揃ったらいいですか。そうですね、あとはあの県を持つグローブとソックスと、ボディーコード、こういう小物類が必要になってきます。はい、こちらの方にちょっと向かいましょうか。はい、じゃあ行きましょう。ザトキングチャンネル。はい、じゃあ来ましたので紹介していただいて。はい。丸投げ。ボディコードですね。剣につなげるのと、あとは審判機につなげるものです。うん、エペの場合はこの3ピンになってますね。両、うん、はい、これを剣につけて、あの体を通して後ろに尻尾のように出して、そこからあのリールと。繋いでいくよ。じゃあ2000円になります、うん、はい、で続いてグローブですね。グローブも結構種類はあるんですけども、やっぱり剣を持つのでなんかずっと使ってるとボロボロになってくるので、まあ、ちょっと買い替える必要があったりするので、まあ、初心者さんの方はとりあえず一番使いやすい安いグローブをお勧めしております。はい、こちらですね、グローブのエコノというものなんですけども、はい、2300円。いいね、はい、でやっぱサイズがありますので、まあ、店頭に来られる方は一度試着していただいて、サイズを見ていただきたいです。はい、そして最後ソックスですね。ソックスね、長ソックス、はい、フェンシングのユニフォームはズボンはこの辺までなんですけども、その下を守るハイソックスになっております。こちらは1200円。なるほど、全然妥当ですね。多分妥当じゃない、うん、はい、じゃこれで全て揃いましたかね。そうですね、あとはシューズがあればフェンシングができます。そうです、ただフェンシングシューズちょっとどうしても高いので、初心者の方は室内履きの、まあ、例えばフットサルとかバレーボールとかそういう方、そういうシューズを履く方が多いですね。こちらにフェンシングシューズあるんですけど47,000円。わーまあ体育館とかであれば普通の室内履きで大丈夫です。これを見てる初心者の私、強くなってお父さんお母さんにお願いしましょうはい、それで大丈夫はい、ということでじゃあこれで、まあ、まあシューズは抜きにしても一通りは、はい、一通り揃えました。ありがとうございます。では、お会計いきましょうか。お会計です。合計金額が、ね、合計金額がちょっと知りたいので、じゃあちょっとレジの方に行きましょうか。ザトキングチャンネル。はい、今お会計して回ってます。いくらになるんですかね。想像つきませんはい、出ました。おこちらになります。どん、57,760円。おー、安いっす、はい、確かに安いっす。ちょっとだけ、もう少しだけなんか安くなったりします。わかりました、割り引きましょう。えっ、はい、おっ、方々にこちらで 5% 割引が入りました。51,980円。うわー、ほぼ5万。商売上手だうわ、すごい、だいぶ安くなりましたよ。
え、これはもう皆さんこの価格で購入できるってことですかね。基本的に 10% 値引きします。これを機会にね、フェンシング始めたいって人はこちらの商品買ってフェンシング始めてみてはいかがでしょうか。でも本当に普通の趣味、別の趣味、例えば楽器とかやるんだけど、ね、そう、ギター買ってアンプ買ってとかやってたら大体5万ぐらいになるし、まあ一趣味としては普通なんですかね、店員さん。一つね、フェンシング、まあ、趣味として始めるのであれば全然まあこれぐらいの金額妥当かなと思います。今日一日、すいません、原口さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今回はあの初心者の方向けセットを紹介したんですけども、はい、まあ、大人の方でも中高生、大学生の方でも来ていただければ、いろいろ相談乗りながら決めて商品を決めていきたいと思いますので、まあ、お気軽に聞いてください。いいとこですね。いやフェンシングやっててよかった。よかった。いや、こんなにね、品揃えがこうあって、しかもなんか見れるって多分そうそうないと思うんですよ。そうそうないよ。そうそうないよね、ぜひ皆さん来ていただければと思います。はい、ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後あれで締めますか。はい、じゃあ最後に締めるので、まあ多分ご存知だと思います。はい、よーで、ありがとうございました。ご存知なんだね。前もやったもん。じゃあそれでは旅のみんな、お手を拝借。よー、ありがとうございました。